それはねって、あるところに出かけてねって、こういうことがあってねって、それが一旦収束したように見えるんだけれども、収束ではなく、それは潜伏期間というものだったっていうところで、ずーっと語らなきゃいけなくあなっれ、ちゃう。潜伏期間。形を変えて言うと、例えば A の心霊スポットに行ったとする。で、そこで一旦収束すると。例えばなんか霊持ち帰っちゃったりとか、霊障があったとかって言ってわちゃわちゃしても、まあそれはそれで1、2週間すれば終わったかなっていう感じになるんだよね。で、それはそれで一件落着よ。何事もなし。ところが、別なところで、全然自分たちとは関係ない、例えば B さん、C さんっていうのが現れて、例えば自分たちが経験したことを、あそこはこうで、ここはこうで、なんて話をするとするよ。そうすると、その心霊スポット A で経験したものが、そこから引っ張り出されて、この B と C に話したことで、ん？なんだ？自分たちのことを言ってるのかって言って活動し始める。そのターゲットとなる人たちが、今度は、やっぱり自分と一旦つながったものは、影響がないっていう状態を保ってたのが、それを発信することで影響を生み出すんだよね。エネルギーを与えなてるるわほけ。ど。なるほど。大体分かったぞ、これは。わかったね。大体分かったぞ。で、その、発動してしまったっていうところから、今度は自分を中心にして、その周りをゴテゴテにするわけよ。なるほど。そうすると、今まで順調に来ていたことが、あれ？ちょっと予定変更。あれ？今度はこれがこうなっちゃった、ああなっちゃったって、なかなか進まないとか、ゴタ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 ってなるわけ。まあ結で、局ごたごたになっちゃいますよね。で、別に自分は関わるとか関わらないとか、もうそんな次元の話じゃなくなっちゃうのね。なるほど。大体分かったぞ、これは。で、何かしら、その人たちも心霊スポットにどんどん引き寄せられていなるほど。く。で、そうなると、今度は自分自身の環境の中には、それが多かれ少なかれ影響し始まって、今度は自分がダイレクトに調子が悪くなる。いろんなことがぐずぐずになってくこれね、分かってる人と分かってない人がなんとなくいると思うんですけど、る。今コメント書いてくれてる人で当たってそうな人は、認識するかしないかってことですよねが一番近いですね。これ一番近いですね。そういうことなんですよ。分かりましたか？ちょっとヒヤッとしますね、これ。ぐるぐるって書かれてますけど、結構ぐるぐるが続いてるそうですね。やたらくるくるとかね。立原さん、触らないように話すのがうまいですねって書かれてますけど。まあ今までの立原さんの話の中で、ちゃんと受け取れてる人は理解できてる話ですよ、多分。そうですよね。繋がっちゃうからいけないみたいなね。つながっちゃうので、そのつながり方がものすごく最近は潜伏期間を持つやつがいるっていうところでね。病気みたいですね。だからもう例えば心霊現象っていうのを一口でガーッとまとめると、心霊スポット行きました。なんかやばいことが始まりましたっていう期間が、いろんな人の話を聞いてると、半年ぐらい前に行ったんだよねとか、1年ぐらい前に行ったことがあるんだけどっていうのを聞いたことって、嫌っちゃうことあるわけよ。なんで今頃なのって。それはね、潜伏期間だったんだよね。で、なんで潜伏期間になるかっていうところの謎が分かったのよ。一つ一つはその時にちゃんと収束してるのよ。ところが、霊たちがキャッチしているものっていうのは、自分たちが関わる関わらないに限らず、細いラインは常につながっていくってことなんだよね。それが蜘蛛の糸のように、自分たちが一瞬でも手を触れて振動を与えてしまうと、そこで、おし、来たって言って、ガツンってやられる。ああ、そういうことなのかっていうので、ことの始まりが5月か、その線に触れたのがあれかみたいなね。でも、この一件が終わってしまって、それがわーってなった時には、もうそれで役目は終わっちゃうので、またそれはもうそれで一つの収束を迎えるのかなって。ですね。いろんなことをやっていく中で、ああ、潜伏期間があって、こういうことがあって、で、何で発動して、何で飛ぶのか、何で終わりを迎えるのかっていう仕組みが、まあ、A パターンだの世界の話で、 B パターンには当てはまらないってこともあるんだけど、今回見てきているものって多分 A パターンでこれなんだろうなって。A パターンなんですね。そうなの。A パターンっていうのが、なんとなくこう、ぼやっとしてたのが、ああ、こういうことだったんだって。
ということは、このパターンの時の対応策はこうこうこうでこうすればいいんだなっていうのがもう分かったのよ。あほほほほ。それは、なんで周りがね、何ヶ月前とか、何年前ってあれだけ言ってたのに、ああ、それに気がつかなかったのかなっていうのと、こんなにダイレクトに、そういうことがこう、現象として起こるっていうのは、最近はなかなかやるなって。分かってらっしゃらない方結構多いですね、意外に。いいんだよ、分からなくて。みんな大丈夫かい、本当、勘を鋭くしなさいって話、いつもあるでしょ、これ。パッと分かってる人、多分ね、1人か2人ぐらいしかいないんだよね、これ。ね、全然分からないっていうところ、これね、面白いですね。当事者じゃなきゃ分からないことしかないわけで、で、それを全部筋道立てて話してしまうということは、今はちょっと違うなっていう、ね。そうですね。トンネル作っちゃいますからね、それね。そうそうそう。これは分かんない方が幸せだったりするの？っていうのが来てますけど、分かんない方が幸せだね、きっとね。物事って多分話していい時期って絶対あるし、話していけない時期にそれを言うことは無意味なことなので、言いませんっていうだけのことで、まあ時期が来たら普通に話せることなので、もやもやして。話せるのかな。話せる話せる。でもその仕組みって、一回一回みんなパターンが違うので、今回のこのパターンはずっとこれがつながってたんだなっていうことで、点と点が必ず線になるっていうね。その世界はまさにその通りだったっていうのをちょっと見たかなっていうね。意味ありげがたまらんって書いてますね。 でもこれ、そこまで意味ありげでもなんでもないですよね。霊界ルールの一つっていう感じなんでね、動き方っていうのはこういうのもあるんだなっていうことで、ああ、そういうことだったのかっていうのがリアルだよっていう、で、それ、まあそうでルすールっていうかね、話せたら面白いかな、でも今のが時期じゃないっていうね。